ですけど気をつけろあんま言わない。どうでした？いや非常にね曲がかっこよくてですね、聴いててテンション上がりました。聴いててっていうかもはや弾いてないところがすごい収録されてるんです。ぜひそれを楽しみにしていてください。伊藤さん、伊藤さん見てください。あちらで、あちらで夏目さんが一人で悩ましげにベースを弾いてます。メッシミのメッシミのトンネが皆さん潰しておこうか、パン。終盤戦なのでこっからのもう一絞り、いやもう一ひねりで勢いを増すね。俺らも頑張っていくんで、完成を楽しみに、あ見てるかも。そうね、その勇姿をご期待あり。これ最後のクラッカーに、今日これを作りました。いやナイスビスケットだって。クラッカー。いや MV 超かっこいいですね。いやいい感じじゃない。だいぶ反応楽しみですね。反応楽しみだね、うん、やっぱ最近のアンフィルは雰囲気をまとってていいんじゃないですか。MV みたいな、どんどんね、やっぱ物のスキルアップをちゃんとバンドとして消化させてるっていうのがやっぱアーケードの強みじゃないですか、最近の。はい、やっぱそのこういう曲はね、MV にとってこれすぎるみたいなところをやっぱり評価したいですね、自分で。確かにね、めちゃめちゃいい感じでした。ウエストまでみんな連れてくんで、よろしく。